日本ハムファイターズのキャンプ初日、新庄監督が5人の選手を名指しで絶賛しています。この選手たちが今年キーマンになるかもしれません。新庄監督が絶賛した選手、1人目が田中正義投手です。すごかったね、オフにどんなトレーニングをしてきたのかなというぐらいすごかったです。150キロ超えてましたからね。力感がない。びっくりしたのはフォークの落ち、ちょっと別人になってましたね。スライダーがちょっとレベルが下がったかな。あのスライダーでカウント取ってほしいんですけれどもね。初日はもう十分びっくりしましたというコメントになっていますね。まあ、ストレートがもう初日から150キロ出ていて、まあ、ものすごいボールだったと。そしてフォークもものすごく落ちるようになっていてという評価で、まあ、守護神としてこのストレートが速い、そしてフォークが落ちる、ここはすごく重要なポイントになりますから、今年期待できるのではないでしょうか。近藤選手の人的保障で昨年入団して、7月までは守護神としてある程度いい成績を残していたんですけれども、8月以降で大きく失速してしまって、防御率が 3.50 ということで、まあ、この数値だとちょっと守護神だと物足りない、頼りないなというような印象になってしまいます。なので今年は守護神として、まあ、本当に絶対的な安定感があるというようなピッチャーに成長してほしいですね。まあ、日本ハムはやっぱり接戦でなんとか、まあ、勝っていくというような試合も多くなっていくと思いますので、やっぱり守護神が1点差でも、まあ、間違いなく抑えてくれると、まあ、そういった試合をしっかりと勝ちにつなげていくっていうことが、まあ、A クラス入りであったり、さらに上の順位を狙う上でかなり重要になってくると思います。では続いて、成長が最も嬉しいというふうに新庄監督が語った選手見ていきましょう。新庄監督が絶賛した選手2人目が伊藤大海投手です。今日話を聞いて嬉しかったのは伊藤くん。ミーティングでも一番前の席に座って、練習も一番最初に来ていた。戻ってから朝ごはんを食べて、その後もまた戻ってきた。人間的に変わった。それが正しいか正しくなかったのかはシーズンが終わってみないとわからないけれども、去年まではミーティングは一番最後に来ていたらしい。嬉しいですね、というふうにコメントしています。伊藤投手はまあかなり強気な性格でマイペースというようなイメージも結構強いと思うんですけれども、まあ、今年は開幕投手に指名されたということもあって、上沢投手も抜けましたし、やっぱり右のもうエースというような立ち位置になってきますから、まあ、本当に自分で変わっていこうというような気持ちも強いのかなと思います。昨年は防御率 3.46、7勝10敗と、まあ、悪くはないんですけれども、伊藤投手の入団から3年間の成績の中では、まあ、一番悪い成績となってしまいました。今年はさらなる成績の向上に向けて、上沢投手からツーシームの改善というところアドバイスをもらって、まあ、これがすごくいい感触で試合でも使えるというふうに話していて、まあ、これによって投球の幅が広がっていくことによって成績も上がってくるかもしれません。伊藤投手はもうローテの軸として2桁勝ってもらわないと、なかなか A クラスとかっていうところに、まあ、チームが乗っていけないというような、まあ、かなり責任のあるようなピッチャー、まあ、そういった立場になってきましたので、今年は大きく期待したいと思います。では続いて、投球がすごかったということで絶賛されているピッチャーについても見ていきたいと思います。新庄監督が絶賛の選手3人目が北山投手です。投手コーチからは北山くんがすごかったと聞きました。フォームを変えたらしくて、足を上げずにこのままと。先発面白いですよね。一番悩む投手、ボールはめちゃくちゃいいし、何かのコツをつかんでくれたら先発で、例えば今日のようなフォームでトップの位置が決まって低めに集まってきたら、なかなか打てるボールじゃない、楽しみですね、というふうに絶賛しています。1年目からリリーフ投手として55試合に登板して、そして2年目の昨年は14試合の登板の中の11試合先発で登板して、6勝5敗、防御率 3.41 と、まずまずの成績を残しています。まあ、ただですね、トータルで見ると防御率 3.41 ということで、まあ、シーズン終盤の失速というものがありまして、これがまあちょっと最後物足りなかったと。1年を通して、まあ、しっかりローテの軸となるピッチャーとして、この北山投手、今年は期待したいですね。北山投手が先発ローテーションでハマるということになりますと、まあ、上沢投手抜けたとはいえ、加藤投手、山崎投手、そして伊藤投手、まあ、この3人の軸に加えて上原投手とか鈴木投手もいますし、あとは根本投手、金村投手もいて、あとはバーヘーゲン投手も帰ってきますし、マーフィー投手も加入したということで、頭数はかなり多いんですけれども、軸となってローテをしっかり守ってくれるピッチャーとして、この北山投手がハマってくると、かなりローテーションも盤石になってくるという状況でございます。では続いて、新庄監督が打撃が一番良かったというふうに語る選手についても見ていきたいと思います。新庄監督が絶賛した4人目の選手がアリエル・マルティネス選手です。一番良かったですね。外国人の人数が刺激になっていると思いますよ。一番触れていました。競争意識を高く持ってやっていってほしいですね。
今日のマルティネスはすごく良かったですというふうに絶賛しています。昨年は打率が2割4分6厘ホームラン15本で OPS としては万波選手と、そんなに変わらない 0.2 ぐらいの、数値差で OPS 0.763 でチーム2位の成績を残しています。ホームランも打点もチーム2位ということで、本当にチームの主軸の選手としてバッティング大きく期待される選手です。今年はやっぱりファーストを中心に守っていくっていう感じになるのかなというような布陣になっていますけれども、やっぱり1年間レギュラーとして離脱なく主軸で、しっかりと打ち続けてほしいなという選手ですね。打順で言えば4番にレイエス選手が入るという可能性が高いので、6番あたりでホームラン20本、そして90打点ぐらいの成績をもしマルティネス選手が残してくれると A クラスもかなり近くなるのかなというところですね。日本ハムは投手陣はだいたいリーグで3位ぐらいの成績が昨年残っていましたので、今年どれだけバッティングを上げていけるかっていうところが、A クラス入り狙う上ですごく重要なんですけれども、このマルティネス選手っていうのが、ものすごく重要なピースになってくると思います。清宮選手も自主練習での故障で、全治5週間ということで開幕間に合わない可能性も出てきています。なのでこのマルティネス選手が主軸で、しっかりと安定した成績を残してくれるというところが、チームがいいスタートダッシュを切る上では本当に必要最低限の条件と、それぐらいまで言えるような位置になってきています。外国人枠の関係、外野はスティーブンソン選手とレイエス選手加入して、先発にバーハイゲン投手とマーフィー投手、そして中継ぎのザバラ投手と、ちょっとでも打てないような感じになると2軍落ちになってしまう可能性っていうのが、結構ある状態ではありますけれども、本当にそういった枠の関係で外されないぐらい絶対的な存在として今年は期待したいと思います。では続いて新庄監督が今年は面白いというふうに語る選手について見ていきたいと思います。新庄監督が絶賛する選手5人目がナバタメ投手です。先発として面白いのがナバタメくん、ここメンタル面さえちょっと変わってくれたらと、そして秋のキャンプでも MVP に指名しまして、球のキレが良かった先発で行ってもらうというふうにもコメントしていました。キャンプ初日のプレーとか投球がどうこうっていうよりは、今年はナバタメ投手が先発で面白いんじゃないかというふうに、新庄監督が名前を挙げています。ナバタメ投手は入団から5年間でわずか15試合の登板にとどまっていて、年齢としても28歳と、本当に崖っぷちの状況になってきています。新庄監督の期待が今年は今まででも一番大きそうなので、今年が本当に最後のチャンスになる可能性ありますよね。本当に大きなチャンスですけれども、これを逃すとっていうところまで来ています。ナバタメ投手自身も人生をかけて野球に取り組みますと、今年に本気で挑んでいるということで、これまでと違った姿を期待したいですね。昨年は1軍ではそんなに投球数も多くなかったですけれども、2軍では防御率 0.94 とキャリアハイの数値を残していますし、奪三振率も大きく上がっていて、もしかすると今年本当に飛躍するんじゃないかと期待できるような選手ですし、先発ローテーションなんとか入っていってほしいなというふうに思います。以上です。